ゃあ、つつつつつたあ、イェイ。つたっちゃです。わあ。よいしょ。これ、つたっちゃのカナヘビ日記。見えないだろう。ちょっと、こいつやった。よし。ほら。つたっちゃのカナヘビ日記。2012年ラオカナヘビ日記で、これを読み返せば全てを思い返せます。で、じゃあここで問題です。この2つのモンスターボール、このボール、1つがモンスターボールです。もう1つはスーパーボール。この2つのボールの中に、このポケモンの中で2匹が入っています。さあ、どれだ。うん、じゃあね、じゃんじゃね、正解。いや、うん、じゃあコメントで書いてくれるかな。いや、いいか。よし、じゃあね、答えは最後にします。で、そんなわけで、答えは最後です。たじゃ。で、これが、カナヘビです。たじゃ。で、ちなみにですが、さっき見た通りわかりますか？こんな風になんか見えた？うわー、特殊に、いやーみたいな感じで、で、これがカナヘビ。今ね、少々寝ているでしょ。今寝ていると思います。観察して。って寝てない。寝てなかった。ちなみにあそこにちょろちょろ歩くのがいますっしょ。あれ、アリです。アリアリ。そのアリたちはですね、2匹だけではありませんよ。多分土の中に埋まっているんだと思う。ちなみに、この箱の中には、アリたちと、ちっちゃいアリたちと、この日本カナヘビが、この中にいます。多分楽しいでしょうね。で、これが日本カナヘビ。カナヘビ嫌いな人は見ないでください。てか飛ばしてください。カナヘビ嫌いな人いると思うし、ちなみに僕が好きな生き物はほとんど爬虫類です。特にカナヘビが大好き。特にカナヘビ好き。ポケモンでもスタージェット、ジャヌビー普通に好きだし。あ、まぶた閉じた。よし、ここが観察目やん。割とよく見えづらい。この通り、まぶたを閉じて寝ているカナヘビくん。ちなみに、ツタージャもカナヘビです。ツタージャの場合は、草のカナヘビって言えばいいんかな。ツタージャ。よし、じゃあもうそろそろ終わりにしようかな。
の前に、じゃあさっきの答え言っちゃいましょう。さて、正解は当たるんでしょうか。じゃあ、どうしよう。答えは次のにしようかな。よし、じゃあ答えは次にします。じゃあお願いします。エラーが発生しました。エラーがあって、エラー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 があって、壊れオフ意味す。じゃあね、これだってなかなか 見えやすい。じゃあどうしますか、答え言っちゃいます。じゃあどちらでしよう、どちらでしよう。よし、じゃあ答え言っちゃいます。じゃあまずはスーパーボールから。じゃあ開きます。果たして答えは、ちょっとお待ちください。果たして答えは、この10匹のポケモンの中で一体どれなのか。じゃあ開けます。リリリリリン、正解は、はい、この通り、ミネズミでした。このスーパーボールの中に入っていたのはミネズミです。よし、じゃあね、モンスターボールの方行きますよ。くんくん、くんくんくん。じゃあね、とりあえず、モンスターボール。くんくんくん。じゃあね、モンスターボールには何が入っていると思いますか。この10匹の中で、10匹のポケモンの中で何が入ってるか。じゃあ開けてみます。この通り、ポケットモンスターベスト一種のアバゴーラの奇跡っていうあれで、あれの後半でよく出てきたアバゴーラでした。はい、こんな感じです。よし、ではね、とりあえずアバゴーラの手が出てる。くるんくるんくるん。じゃあね、とりあえず、じゃあ終わりにします。さあ、じゃあ。